ということで、まずはね、均衡価格を求めていくための一番最初のステップは、公用最大化問題ということになりますから、公用最大化問題を形式化していきます。ね、均衡価格を求めなさいって言われたときに頭真っ白になっちゃダメですよ。まずは、公用最大化とかね、企業の利潤最大化。まあ、今回は生産がありませんので、利潤の最大化はありませんけれども、まずはそういうね、第一ステップをちゃんと考えてください。目的関数は、公用関数、これを消費のプランに関して公用最大化していきます。バジェットコンストレイント、予算制約式は、いいですね。総支出イコール、まあ、富ですよね。です。あ、今、代表的投資家考えちゃってますからね。ホモセティックプレファレンスってやりましたけども、ホモセティックプレファレンスなので、代表的な消費者、まあ、RA、リプレゼンティブエージェントって訳しちゃいますけども、そういうね、人がいて、その人の収入は、世の中のすべてのエンダーメントで、その人が消費のプランをするっていうふうに考えちゃってもよかったわけですよね。ということで、ラグランジアンが、まあ、公用関数に、ラグランジュ未定乗数法ラムダをかけて、予算制約式をくっつけた感じですね。大丈夫ですかね。将来に終わりがないから無限に足し合わせているっていう、そこのところを除けば、なんか何度も出てきた話です。ちょっと分かってない人のために、この価格と消費の量、消費の量と価格、消費の量と価格、これをね、数量、価格、数量、価格っていうふうに、それを掛け合わせて足し合わせただけですからね、支出はね。富の方も一緒ですね。価格と、こういうね、エンダーメントを掛け合わせて足し合わせただけということになります。で、それができたら、はい、一回条件を求めていきます。それがステップ2です。C0 に関する1回条件ね。例えばね。C0 に関する1回条件。はい、ここに C0 出てきますから、U'C0。で、あとは C0 出てこないですからね。で、予算制約式の中に1回出てきます。ラムダかけるマイナス P0 ですね。はい。U'。もう書いてあるから皆さん書かなくていいですよ。下にありますからね。U'C0 マイナスラムダ P0 イコール0ですね。これが今日の消費に関する1回条件。で、明日、デート1においてアップだった場合の消費に関するね、CU に関する1回条件も一緒です。ちょっとやりましょうかね。CU はここのところにありますから、はい、ベータ ×QU×U'CU。でも、CU なんて出てこないですからね。出てこないんですけど、ここにまた出てきます。はい。マイナスラムダ PU イコール0。はい。CD に関する1回条件は飛ばして、CUU に関する1回条件は、ここに CUU がありますから、ベータスクエアと QUU、U'CUU。最適な消費だよって、最適な消費がこの1回条件を満たすんだよという意味で、今、スターをね、アスタリスクをつけてますけれども。はい。いいですかね。大丈夫でしょうか。はい。こんな感じで、どん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 いきます。こうしてられるのが1回条件で、これ3つだけじゃないですよ。無限にこういう式がたくさんあるということです。はい、それではステップ3です。